よう。よう。するのは久しぶりですね。まあいつも薄暗いダンジョンにこもってばかりじゃね。たまには羽を伸ばさないと。最初はどのお店から入ろうか。あ、パパ。あら？みんな一緒にショッピングです。キリトも一緒に来る？え？え？キリトさんが一緒に？そ
さすがに恥ずかしいよ。本気じゃないでしょうね。悪いなんてことはないわよ。それにキリトがいれば、今まで気がつかなかったことに気がつけたりするかもしれないじゃない。思ったことを教えてくれるだけでいいのよ。それだけで十分参考になるわ。ね、シリカ。それは、そうかもしれませんけど。まあ、そんなわけだから。さあ、キリト、こっちこっち。はい、黒の剣士1名様、女の園にご案内。お昼から6時間だけ女性用装備のバザーが行われるのよ。女性プレイヤー全員にメッセージが飛んできてるんじゃないかな。ということ、このチャンスを逃すわけにはいかないでしょ。流行の服とか掘り出し物も出るみたいだし、ゲームとはいえおしゃれには気を使わないとね。のイメージって何色だと思う？アンケート。いいから気楽な気持ちで答えてよ。私のイメージから聞くのよ。まあまあ、まずは夫婦からってね。
ショウテ、でも私も基本的にはって、なんでもないです。なるほど。じゃあ私も白にしようかな。もうキリト君ってば。うんうん、アスナは白ね。それじゃあ、これなんかいいんじゃない？うん、ちょっとリズ、そうよ、水着に見えた？パンティーとブラジャーのお店、言わなかったっけ？もうリズったら、キリト君もあんまりジロジロ見ないでよ。これが最愛の旦那様のアドバイスで選んだアスナの下着よ。どうかな？あら、好みじゃなかった？それとも照れてる？リズ、キリト君もあんまりからかわないでよ。はいはい、帰るって言い出されても困るしね。そう言わずに、まだアスナに対しての意見しか聞いてないし、次はシリカの聞こうか。あ、私ですか？いいですよ、私は自分で決めますから。結局キリトに意見求めてるじゃない。ごめんなさい。さあさあ、早く買い物しちゃいましょう。いいものはすぐになくなっちゃうんだから。そこに立っててね。みんなからの質問が来たらちゃんと答えるように。リーファちゃんってサイズ大きいよね。
ちょっと羨ましいかも。それだけあれば男の子のハートを釘付けにできるよね。からかわないでください。こんなの邪魔なだけですって。邪魔なだけ、モテるものだけが言えるセリフよね。リズさん、どうして私を見ながら言うんですか。いや、神様は非情だなって思って。私？ほら、この肩紐のデザインとか、あとこっちの控えめなフリルとか。でもこれ、ここの部分がちょっと透けてない？整理してきたアイテムストレージがもう半分も埋まっちゃった。でもお財布は軽くなっちゃった。ちょっと使いすぎちゃったかも。すっごい楽しかったから、つい調子に乗っていつもよりいっぱい買っちゃった。けどいろいろ収穫がありました。そのキリトさんの貴重な意見もたっぷり聞けたし。私もママに可愛い下着買ってもらっちゃいました。まあたまにはこういうのもいいわね。まだ1軒目じゃない。女の子のお買い物は1日がかりなんだから。代表として意見をしっかり頼むわよ。あと持ち物いっぱいになった時は荷物係としてもよろしく。
次のお店にレッツゴーです。いらっしゃい。